はい、こんにちは、田原です。今回は、古くなったタロットカードはどうするのっていう話をしたいと思います。私もタロットをね、長年使ってて、どんどん古くなっていくわけですね。今私が皆さんにお勧めしてる、最初にお勧めしてるのはこのユニバーサルウェイトタロット。これすごくユニバーサルってついてなくても、ウェイト版っていう78枚全部絵柄がついてるカードだったら、初めての方でも読みやすいよっていうことでおすすめしてるんですけれども、いろんなウェイト版のカードがありますのでね、その中でもこのユニバーサルっていうのはすごくなんかタッチが優しいので、好きで私はおすすめしてるんですね。カードの裏側もこういう混んでなんか好きなんですよね。で、これ実際今でも私使ってます。ただこれどんどん使ってるうちにどんどん汚くなったり、すごいボロボロになったりとかするので、何度も更新してるっていうかね、新しくしたりしてますし、または慣れてきたら自分なりに好きなカードを、なんか自分の波動が合うカードを買ってもらったらいいんですけれども、ちなみに私が何を使ってるかというと、今私が使っているのはこれですね。これここがピンクで綺麗だなっていうのと、絵柄もまたこれ非常にソフトなタッチなので私は好きなんですけど、これはこんなやつです。で、こういうのどこで探すのかっていうと、ほぼネットですね。ネットのタロット専門サイトで探すんですが、ほとんどがもう限定版とか品切れになっててないんですよね。なので私はそのタロットのサイトじゃなくて、アマゾンで探します。で、日本のアマゾンで探してもないので、別の国のアマゾンでとにかく探すんです。そうすると出てきたりします、あったりします。で、ね、支払いはカードだから別にどこのユーロだろうと何だろうと別に構わないので、これも確かそれでなんか、あ、見つけたと思って買ったものですね。で、もう一つですね、すごく私これ何年か前にブログにも書いたんですが、ジルのタロットっていうのがもう限定版でなくて、探してあったということで使ってたんですが、それも今もうね、相当ボロボロになっちゃって、あ、そろそろ新しいのっていうことでまた探したらありましたいや、あった、まだ開けてないんですけど、あったって感じです。これもどこかの外、これ日本のアマゾンだったかな、あるかもしれません。そしてもう一つ、私がすごくもう20年ぐらい前から使ってるのが、アンセストラルパスタロットっていうカードなんですけど、これなんですけども、これがボロボロで、もうなんかこんな風にね、見えます？こう絵柄ももうなんかこう摩擦で見えない、白くなっちゃって見えないってなったら、もうこれはやっぱり替え時だと思うんですね。そしてでももうこれもなかったんです。なのでまた探したらですね、あったと思って買ってみたんです。そしたらなんか同じ名前なのに、あらって、なんか大きさが違う、全然違う、でかって感じで、なんか大きいのが送られてきたので、あれ変わっちゃったのかなと思ってます。大きいのでもいいんですけどね、ちょっと切れにくいとか、こう混ぜにくいっていうのがあるので、でもちょっと使おうかなと思ってますけどね。そんな風に自分なりに好きなカードができると、ずっと使えますし、そうするとこうだんだん古くなってきますよね。じゃあそれをどうするかっていう、その替え時はやっぱりこれもそうなんですけどね、ちょっとね角がね切れてきたりするんですよ、この辺が。そうなったり、ここがもう擦れて見えなくなると、もうちょっとそれは替え時かなと思います。こういうやつですね、もうスレスレですから、こういうのは。じゃあそれどうするのって言ったら、私は一応塩で浄化するとか、カードの周りにこう一応文字を立てて、お疲れ様でしたってやったりとか、または石ですね、石を置いて、カードの上に石を置いて、その石にカードの疲れを吸収してもらって、その石をまた浄化するっていうような形にしたり、またはこれをきちんと整理するというか、また一から順番に並べて、そしてきちんと箱に収めて、布で包んで収める。これね、私今まで一回もやっぱりね捨てたことはないです。捨てられないですね、今までずっと使ってたもの。なので歴代のカードはそうやって
ありがとうございましたっていうことで包んで置いてます。はい。そしてまた新しいカードが来た時に、あ、はじめましてっていうかね、よろしくねっていう意味でまた一枚一枚見て自分との波動を合わせていきます。はい、そんな風に皆さんも使ってみてください。はい。ちょっとこれ開けてみましょうかね。このこれね。